はい、レオンチャンネルです。今年配信予定の仮面ライダーブラックのリブート作品の仮面ライダーブラック3について新たな情報が解禁されましたので確認しましょう。っていうか、なんだこの見た目。特にシャドウムーン、これどうなってんの？トリガーダークみたいなごつい肩アーマー生えてるんだけど。ブラックは先にさ、真骨頂のデコマスが公開されたり、なんとなくデザインは分かっておりましたが、シャドウムーン意外すぎる。でもブラックも思ったより細めかな。配信時期は2022年秋に決定で、これ未だにどこで配信するかが公開されてないんだよな。ネトフリとかかな。仮面ライダーブラックさん、仮面ライダーシャドウムーンで、今回新しいブラックとシャドウムーンに関してはこのように英語表記なんですよね。ロードセクターのビジュアルも初解禁だって。あのちゃんと上のカバーついてる。白石和也監督からクランクアップコメントも到着で、クランクアップということはもう撮影が完了してて、あとは編集して配信するばかりってところまで来てるわけだ。あー、ベルトさ、これもうすでに CSM での発売が決定しておりますが、驚きのギミックが隠されてるってことがもう事前に言われておりますので、ヒンジとか見る感じガッチャンとね展開するようなギミックになると思いますけど、この生物的なライダースーツというかライダーの見た目とは裏腹に、こっちがめちゃくちゃメカニカルなんだよな。なので、あ、シャドウムーンのベルト初じゃん、今回出るの。っていうかシャドウムーン自体が全部初か。ここは色替えで来るかと思ったら形状が全く違うんだ。でも元ネタらしくちゃんとグリーンになってますね。とはいえ見た目は全く何も継承してないな、シャドウムーン。まあ元々は同時に改造されてる設定ですから、そう思うとこの兄弟的な造形はうなずけるのか。でも元々ブラックの光太郎とシャドウムーンの信彦は同じ日に生まれたって設定で同い年のはずなんだけど、今回めちゃくちゃ年齢が離れてるってことで、そこもね物語で明かされるはずなんだよね。ちょっと文章は後で読みますが、ビジュアルだけまず見たい。うわー、どうなってんだこれ。めちゃくちゃかっこいいじゃん。ほんとでもウルトラマントリガーとトリガーダークみたいなベースは同じでありながら、シャドウムーンの方はアレンジされてるとかそういう感じなんだな。ただごつさは圧倒的に腰回りも含めてシャドウムーンの方がごついんだ。黒いさ、バッタの足とかがなくなってる。あれ好きなのになくなっちゃってる。本当共通デザインだな。ブラック思ったより細いな。最初に解禁されたビジュアルがこんな感じですっごいごつかったんで、そこからすると実際のブラック3、ブラック3か、ブラック3はかなりシャープになりましたね。後でまた元ネタ画像と比較しますが、元々のこのオレンジラインとかっていうのは継承してると、まあ、継承してるとはいえほぼ別物だけどね。ブラックさんもシャドウムーンも、シャドウムーンも一応グリーンラインが入りつつもブラックと変わんないもんね。へえ。なんでアマゾンズみたいにある程度大人向けでありながら日朝っぽいスーツ造形を残すんじゃなくって、もう完全に SIC とか大いにそっちに振られた感じですね。でもさ、やっぱ胸のこの生物的な、まあ、バッタの足関節なのかな、そういうところとかはほぼ同じなんだよな。口周りクラッシャーとかも、あ、違うとはいえメット造形はやっぱ似てる。あ、ここのメカ造形のアンテナ部分、触覚部分とかも完全生き物になってるな。へえ。ええ、ロードセクター？え、マジで全然違うじゃん。バトルホッパーの時点で生き物要素とかはほぼなくなって、なんとなくバッタっぽい造形がありながら完全なバイクになっておりましたが、バトルホッパーは生物ですからね。ロードセクター、え、全然違うじゃん。何も引き継いでないんじゃない、むしろ白色でもないもんね。そうなんだ、ちょっと寂しいな。まあ、とりあえず変身ベルト早くギミック知りたい。これは8月まで秘密なのかな。あー、かっこいいな、シャドウムーンのベルトも。まあこっちも CSM 化されるんでしょうね。要は西島さんとか中村さんボイスが鳴るってことなのかな。
仮面ライダーブラックさんの撮影が本日クランクアップを迎えました。今回は本作の配信時期が2022年秋になったことをお知らせするとともに、本作に登場する2人の仮面ライダー、仮面ライダーブラックさんと仮面ライダーシャドウムーン、さらにロードセクターのビジュアルを初公開いたします。この度西島秀俊氏演じる南光太郎が変身した姿、仮面ライダーブラックさん、さらにその親友であり宿命のライバルで中村倫也氏が演じる秋月信彦が変身した姿、仮面ライダーシャドウムーンのビジュアルを初解禁いたします。2021年11月に初めて解禁されたブラックさんのティザービジュアルでは、そのスタイリッシュな佇まいが話題になりましたが、今回はブラックさんのみならず初お披露目となる仮面ライダーシャドウムーンの全貌を初解禁いたします。2人の仮面ライダーとともに生物的なデザインや頭部の複眼など細部にこだわり抜いた造形が特徴的な一方で、印象の異なるビジュアルが持つ意味にもご注目ください。劇中に登場する2台目のバイク、ロードセクターも合わせて初解禁。こちらは先行して公開しているバトルホッパーとは全く異なるデザインとなっております。2人の仮面ライダー並びに2台のバイクが実際に躍動する姿、ぜひご期待ください。でこれはあれかな、ブラックはバトルホッパー乗って、シャドウムーンがロードセクターに乗る感じなのかな。白石和也監督からのクランクアップコメント、燃え尽きました、真っ白な灰ですね。撮影スタッフもキャストの方々もみんなが一生懸命頑張ってくれたので、今はただ感謝しかないのと、本当に面白い作品に仕上がっているので早く皆さんに見てもらいたいというのが今の率直な感想です。これで撮影は終わりましたが、これからは仕上げ作業に移るので気持ちを新たに最高の作品を作れるように全力を尽くします、ですって。はい、では画像も新旧並べてみました。左がブラックさん、右がブラックで全然違う。あれだね、複眼の赤色もそうか、継承してないのか。でもこれ赤く光るんじゃない？ボディカラーのブラックとかそのままだけど、まあそのままっていうか全然違うよね。ベルトもキングストーンはやっぱ今見るとレトロ感ありましたが、こっちもセンターが赤色っていうところだけは継承しておりますが、それ以外は何もかも違うもんね。あとはそうか、胸のこのアーマー車のシルバーとかもないし、この辺のアンクレット関連のオレンジイエローラインとかもそれっぽくは継承してますが、まあほぼほぼ違うと。こっちはね、関節のなんか配線のような筋肉繊維のような、それがまたかっこよかったんだけど、そういうところも全部黒くなってるんすね。触覚のシルバーは継承してても、ここのポインター周りの赤いラインとかも何も継承してないんだ。全然違うね。この胸のマークすらなんか傷が入ってるとかそういうのもなくて、むしろこれはブラックなのかっていう、まあブラックさんだから私んだけど、これはブラックなのかっていうぐらいこんな違うんだ。へえ。元ネタっぽいデザインにしたところで、ブラックもシャドウムーンも絶対元ネタの方が勝っちゃうんですよね。デザインがもう良すぎて、ほんとデザインが完成してるんで、そう思うとこれくらい生物造形に全振りした方が逆に新しさを感じるのかな。そしてシャドウムーン、もう右側この元ネタがやっぱかっこよすぎるんですよ。ただもともとはゴリゴリのメカ造形、サイボーグライダーのような見た目でしたが、それとは大幅に変えてきて、ベルト周りのカラーリングだけ継承して、それ以外は全部違うっていう。複眼もグリーンじゃないし、グリーンはラインでちょびっとここに入るぐらいで、あと腕回りか。それ以外はここの黒いさ、バッタの足とかは残してほしかったな。トリガーダークみたいな出っ張りがあって、この辺のマガマガしさはある意味トレンドなのかな。でもクラッシャー部分が黒くなってるところとか、配色はなんとなく継承しているのかなと。でもリブートしようと思っても、ほんとシャドウムーン、これも造形ね、ほんと完璧なんで、やっぱ今時にするならブラックさん同様にこういう生き物造形になるのかな。
どっちがいいって言われたらもう圧倒的にこっちの右の方がいいんだけど、9番の方がいいけど、またそれもドラマを見たら大きく印象が変わるんでしょうか。バイク見ましょう。全然違うロードセクター、ちょっと残念だな。このレトロ造形好きだったんだけどな。この下側ね、左が9番、右が新版でめちゃくちゃかっこよくなってるね。まあでもこのエッジのかかったデザインとかカラーリングはレトロっぽさ出ちゃうので、これくらい変えちゃった方がいいのかな。もうロードセクターに関しては全くの別物、名前だけ継承して何も継承してないって感じですね。まああとバトルホッパーに関しても一応バッタの顔だったりとか、グリーンのパーツ部分だったりとか、このバッタの足っぽいところがそのままマフラーにつながってるっていう、これはいい感じに最新デザインにアップデートされてるかなとは感じますが、生き物っていう設定はなくなってそうですよね。ロードセクターはこの変わりっぷりにびっくりだな。ただ秋公開ってことでまだまだ先だし、いろいろ情報が公開されてない部分も多いので、また順次ね、アップデート情報がアップデートされましたら取り上げたいと思います。皆さんはシャドウムーンとブラックさんのこのビジュアルどうでしょうか。とりあえず個人的には CSM 変身ベルトの発売が楽しみ。以上、仮面ライダーブラックさんの新情報の確認動画でした。